ならそれが気に入らないならそれが耐えられないならこの部屋から出ていけ。あとそのストーリーに石神も入れてあげなよ。石神のことなんて考えるだけ人生の損失よ。哀れな石神。このままだと私まで彼らの毒牙にかかるのは時間の問題。私が求める愛の形はそんな烈情にまみれたものではないの。とにかく会長みたいな性欲の権化とは違うの。ミコちゃん、多分白金会長が性欲の権化というのは何かの間違いだろう。やりちん発言だけど、あの篠宮副会長がやりちんなんて下品な言葉使うかな。そもそも副会長って男にいいように遊ばれる人じゃないでしょう。ちょっと待って、じゃあつまり、はい、豚でしょ。黒いパンティーが狂おしいほど大好きですって言ってごらんなさい。会長の夜勤。会長のやりちん疑惑クリア。私に逆らうの？石神会長、この子の口を封じ。こんなこといつまで。正直興奮しますね。ほら気持ちいいって言いなさい。気持ちよきたしてんじゃん。もろもろクリア。篠宮副会長こそが悪の権化だったんだ。あれ、あら、イーノスさん。篠宮副会長、観念してください。話でしょう。あなたは白金会長のことを何だと思っているんですか。違う、会長はどう思っているかなの。私だってわからないのに。ん、私もわからなくなってきました。本日の勝敗